俺はじらされるのも結構好きだけどな。俺は気が長くないんだよね、若いからさ。じらすのは面白い。ガキめ、分かってないな。じらされる醍醐味ってのはな。ねえ、何何何想像したの？なんでそんなに面倒くさがりなんだよ、お前さんは。若いのに好奇心が薄すぎるぜ。こう物事を探求しようっていう気概が。こんなおっさんと二人で行って楽しいわけないだろう。俺は楽しくないことが嫌いなんだよ。誰がおっさんだ。あんただよ、あんた。他に誰がいるっての。俺だってお前みたいなクソガキと舞踏会なんてごめんだ。それはこっちのセリフ。おっさんをエスコートなんて寒すぎる。冷た、それないぜ。いつもクールだけど、より一層冷たくないか？他の子って。は？なるほど。あ、そうか。へえ、かわいいな。なあ。切れるなよ。照れてると思えば可愛いけどさ。すねるなって。やきもちなんか焼かなくても俺はあんた以外誘ったりしないぜ。安心したか。誰がおっさんの動向なんか気にするんだよ。俺の女性遍歴が気になるの？嫉妬するほど大したもんじゃないって。見え張るなよ。大したものどころかちょっとしたものもないだろ。お前の気まぐれ行動に付き合えるような女がそうそういるか。だいたいガキ同士で遊んでばっかで女なんかどうだっていいくせに。
に関しては焼く必要ゼロだよな。うん、そういう自分は違うぜって言い方気に食わないな。あんただって似たり寄ったりだろ。モテるようには見えないね。だと？俺なら嫉妬に値するほどにはほどほどに。照れるなよ。かわいいな。なんか冷たくされても焼いてると分かったらかわいいもんだな。癖になりそう。いいかも。そういうなって。なんかマジで可愛い。抱きしめていい？ハマりそうだ。俺なじられて喜ぶような趣味なかったはずなんだけどな。いいよね。いじめるのも楽しいけど、いじめられたりじらされたりってのもいいかもしれない。なんだか新感覚だ。いいよ。ゾクゾクする。一緒に遊びに行こうぜ。な。部下も連れて行くから安全だし。おっさんと二人ってのは論外だとしても、あんた以外と行く気ないよ。やばいやばいやばい。なにこれ。これが壺にはまるってやつ。すごくいいんだけど、どうしよう。来る。今本気で目覚めちまったかもしれない。
お茶といい、読書といい、君とはよく趣味が合う。君がよそ者だということを抜きにしても、私は君に興味を持ったはずだ。ただのではないよ。この世界で最も希少な退屈しのぎだ。私を夢中にさせるくらいのな。今はすこぶる機嫌が悪いんだ。ああ、しかし帰るなどと言ってくれるなよ。ますます不機嫌になりそうだ。原因？さて、お嬢さんには思い当たるところがないのかな。また帽子屋のところに行くのか？いや、それは別にいいんだけどよ。帽子屋の野郎はいけつかないところがあるし、あそことは敵対しているが、それはこっちの事情だ。あんたがそれを気にすることはね。そう、あんたはうちの客人だ。だから好きにしていいんだ。どこに行ってもいいし、誰と仲良くしてもいい。たとえそれがあのいけすかない帽子屋でもな。嫌味じゃねえぞ。謝る必要はねえよ。そんなことより、あんたが誰と仲良くしようと咎める気はねえけど、いいのか？ほら、ちょっと前に気にしてただろう。帽子屋たちの仕事のことをさ。いいのか？あいつらはああいう物騒なことを生業にしてる連中だぜ。
まあ、あんたがいいならいいんだけどよ。だから謝んなって。気にしなくていいんだって。そんなに謝られると帽子屋へ会いに行くのを止めたくなるだろう。だろ。だったらもう謝んな。よし、じゃあ行ってこい。危ない目に遭いそうになったらすぐ帰ってこいよ。いいのか。あいつらはああいう物騒なことを生業にしてる連中だぜ。また帽子屋の今度は何よ。いやあ、こんなところで会うとは奇遇だな。
仕事だよ。つまらない退屈な仕事だ。ああ、しかしもう終わったからな。あとは撤収するだけだ。そのくらいは私がいなくてもできるだろう。君はこんなところで何をしていたんだ？そうか、ちょうどよかった。屋敷まで一緒に行こう。それとも今回はうちに来るのはやめるか？そうか。では行くとしよう。なんだ？ん？ああ、これか。大したことは。え？いや、しかし、そんな大したものでは。そんなにこの顔が心配か？
君は私の心配をしているのか？そうか、私のね。もう帰るのか？